はい、えー、アメリカの国務長官、あ国務長官というのは日本でいうとこの外務大臣ですからねあ、アメリカの国務長官が、近平と会いました、近平、相互利益を強調、米長官、国防対話中国大勢ずということです、読みます。 近平は19日、北京の人民大会堂でブリンケンアメリカ国務長官と会談した。中国外務省によると、近平はブリンケン氏の訪中について、えー、中米関係安定のため積極的な作用を発揮することを望むと表明した。ただ中国側は台湾問題などに関しては従来の強硬姿勢を崩しておらず、緊張緩和につながるかは不透明。近平は、 二つの大国が万難を排除し、相互尊重、平和共存、協力、ウィンウィンの正しい道を見つけることができると信じていると強調。両国間に存在する共通の利益は重視されるべきだと述べ、アメリカに協力を求めた。ブリンケン氏は18日に中国のシンゴ国務委員兼外相と19日には中国の外交担当トップ、王毅共産党政治局員とも会談。年内の開催を視野に、バイデン大統領と金平との 再会談に向けた地ならしを進めた。金平は一連の会談について、全体的に率直で誠意があり、深く掘り下げた内容になったと指摘してきた。アメリカ国務省によると、ブリンケン氏は金平との会談で、えー、米中関係を管理することが両国の義務と責任であり、世界の利益になるとの考えを示した。 ブリンケン氏は19日の記者会見で今回の訪中で中国側に対し台湾海峡や中国南シナ海における中国の挑発的な行動に対する懸念を伝えたと説明したまた国防当局間の対話を求めたが中国側が応じなかったと明らかにした 一方、中国外務省によると王氏はブリンケン氏との会談で台湾問題について中国にはいかなる妥協譲歩の余地もないと強調また、アメリカに対し違法で一方的な対中制裁を取り消すよう要求したアメリカから招待を受けた新、えー、氏は今後訪米し外相会談を行うということですね,ね、うん、まあちょっといろいろとありますけれどもまあもともとこれ 今年の2月に行く予定だったわけですところが気球問題が起きてで、ブリンケン国務長官の訪中は中止になったわけですねはい、でまあ、もうちょっと気球問題も一段落したということでしょうかはい、まあ、アメリカ人はっきり言ってあの気球問題相当激怒しましたよ、はい えそれでまあそんな状況で行けるような状況じゃないということだったんでしょうね、えー、で時期を見てようやくえ実現したということですで仲良くなったから行ったわけではなくてもう米中関係も歴史上も最悪と言っていいぐらい関係悪いわけですだからこそまあまあ対話はねえ続けるべきだというまあそれはそれでいいと思いますねはい ただ今回、えー、やっぱ一番の懸念はやっぱり台湾有事なわけですねで中国は台湾有事、えー、に対してもう一つも変えないわけですでアメリカもじゃあ台湾有事起きていいなんてことは絶対にないわけですからで結局、台湾有事、まあ、だから中国からすると、ね、もう国内問題だと要するに反政府組織がいてそこを叩くだけの話で。 えー、もう一切ね関わってくれるなというのが中国のあ立場ですよねでもアメリカはそうではない、えー、力による併合力による現状変更というのは許さないですから、まああのー、台湾問題をめぐっては結局、えー、一つも歩み寄りはなかったということが、まあ、分かっただけですね。でまあ あのー、もともと、これほら、金平がね、言ったこと、二つの大国が万難を排除し、相互尊重、平和共存、協力、ウィンウィンの正しい道を見つけることができると、信じていると、まあ、このように金平が言うわけなんですけども、いや、ちょっと待ってくださいと。アメリカはそのつもりだったんですよ。え、ちょっと前までね。なん習近平の前までは、はい。え、胡錦濤の時代までは、アメリカはそのつもりだった。だから、 えー、中国を信用して中国のものを買うことで、ねえー、中国を、ね、先進国に押し上げるというこれがアメリカの方針だったわけだからなぜ転換したかですよええー、それは金平が自分の胸に手を当ててみろって言うんですよずっと仲が悪くてね言ってるわけじゃないアメリカは中国の成長を、ね、促してきたわけでしょそのアメリカが、ね、やばいと 中国の成長を止めなきゃいけないと思ったなぜですかですよそれはお前のせいだからって話ですよ胡錦濤の時代までは全然米中良かったですから 近平になって意気がったことをやって、て、たことや漁船衝突事件を起こしてですよ太平洋の西半分は中国が仕切るとか言い始めて沖縄の領有権もとか言い始めて南シナ海でね、えー、勝手に島取って、えー、軍事利用し始めたりとかブータンに攻め込んでみたりとかインドに攻め込んでみたりとか国家情報法を作って世界中にスパイ活動を敷いたりとかそういうことやってるからですよでスリ,スリランカに金貸して返せないから港取ったりとか もうそういう中国で、ね、の近平のね、その振る舞いを見てやばいと。えもう完全なモンスターですよ。さらに、ウイグル。ね、南モンゴル。で、香港。もう香港のあれ見たら、もうもう中国べったりだったドイツまでイタリアまでドン引きしたんですよ。ええ。なんでアメリカがこういう風に見るようになったか。 それは近平のせいなんです、はい、自分の胸に手当てて考えろっつうんですよえこれ身から出たサビって言うんです日本ぐらいですよ警戒してたのはアメリカべったりだったでしょオーストラリアだってべったりだったんですよなんでみんな引いてんですそれは中国側に原因があるんですそうそうチベットも朝鮮もそうですよ もう中国の少数民族なんかも最低ですからね中国共産党が弾圧に次ぐ弾圧ですから、はい、もうそういうのを見てもう野蛮な国だというふうに、ねあのー、見たわけですやってることマジで野蛮の極みですよ、ね、もう欲の塊野蛮の極み、ねえーね、モンスターですから だからアメリカが考え方を変えた、えー、それをまあ促したのは安倍さんだったわけですけど、えー、だからまずねなんか偉そうにねアメリカに行ってますけれども振り返って自分がやってきたことを振り返り、ね、見なさいということですまあただね 振り返ったところでああやばいことしたなと思わんでしょう、えー、血も涙もないね、えー、指導者ですから。 何が悪いんだという当然のことをやっただけだという感覚かもしれませんねだからその反省してやばい修正しようなんてないですから私以前からねその習近平習近平のことをねあの、うん、あの壊れたブルドーザーと言ってますけどハンドルも効かないブレーキも効かないアクセルマックスでね前進しかできない陳陣しかできないねブルドーザーというねええー、だからなんか普通 外交とか国家運営って押したり引いたりちょっと右に傾けたり左に傾けたり工夫しながらやりますよね、近平ってバリ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 いくだけなんですよ、チェンジンしかできない壊れたブルドーザーなわけですよ、だからもうだから全部がフルスイングですからあの予測しやすいですよ、だってチェンジンしかできないんだから、香港だったら何の加減もないですよ。 ブルドーゾンでバリバリバリって踏みつぶしただけですよウクライナだってなんだってそうですよねはいで今頃になって何相互尊重平和共存バカも休み休みって言うんですよ、えー、そんな今その言葉だけであそうだね平和共存相互尊重だねってなるかいなそんなもん <laughs> はい まあアメリカの人たちは何言ってんだと思っただけですよはいでねいくら中国がまあねあのー、相互尊重だとか言ってもしかしたらね米中のねのわだかまりが解けていい感じになるんじゃないかなんてね期待した人もいたかもしれませんけども今回のこのブリンケン訪、えー、中であのー、一番あのー、あのー、重要なところは えー、国防当局間の対話をアメリカ側は求めましたえつまりあの国防当局ですからねまあ軍のやり取りアメリカ軍中国共産党軍の間のね、えーまあ、大臣クラスなのかもしくは制服組クラスなのか、まあ、そういう国防当局間のね対話をしましょうといった時に 普通、わわかりましたってなりますよね。お互いね、理解して相互尊重しましょうって。じゃあ,あ、の、だってもし何か起きるとしたら、国防当局同士、つまり軍と軍がね、何かで暴発したり、これ一番怖いわけですから。じゃ軍の担当者同士、話しましょうよって言ったら、金平がそれを断ったわけですよ。あ、それはしませんって。いやいやいや、国防当局で一番危ないわけだから、そこ、 ね、話し合いしましょうって言ったら金平は断ったはいここが一番重要ですうん <laughs> それはなぜ断ったかということなんですけれどもいやだから本当にアメリカとねいさ、えー、かいを起こしたくないという強い意志があるんだったらあじゃあもう当局同士話しましょうとそうしたらなんかなんかね えー、偶発的な何か戦闘状態とかそういうことは起きませんから当局同士話しましょうあいいですよねっていうふうになりますよね、えー、これを断ったということはどういうことか、まあ、私の分析ですけども結局、その近平としてはあのいや本当にあの中国としてはそんな、ね、変なことするつもりないし誤解されているその誤解を解こうというような気持ちは多分ないんですよ。 それがあるんだったらあじゃあ、当局同士、ね、あのやり取りしましょうで済む話ですからこれを拒絶するっていうことは、ねえー、結局その、えー、中国の方が上だというね、えー、でアメリカが間違ってるんだとその間違いに気付けと。 それで気づいてアメリカが折れてきたらおじゃあ当局同士の話ぐらい始めようかというねだから当局同士の話をする前提にも立ってないというだから結局中国は私いつも言いますけど結局はメンツなんですよね、えー、で損得関係はもちろんあるんですけども1にメンツ2にメンツ3子がなくて、まあ、4に最後はまああの、えー、利益 どっちが儲かるかどっちが得をするっていう損得勘定とメンツなんですこれがもう中国の政策決定のどううでしょう7割8割ぐらい占めてると言ってもいいでしょうものすごいメンツを、ね、気にするわけですからね、えーえー、なので、あのーまあ、国内向けですよねアメリカに対して、まあ、当,局かどう当局間の、ね、やりとり求められたけどそれを拒絶したと、えーまあ、中国の方が上だとね アメリカは本当に折れてきたら話してあげようみたいなそういうちょっとメンツを保ったでしかもアメリカの側が言ってるわけですからね逆ではないわけですよアメリカがもう調考しに来たみたいな中国皇帝に会いに来たみたいな話になってて、えー、核心の部分は拒絶ですよね大相ご尊重だと、ね、そういう心を入れ替えてきてから、ね、具体的な話だみたいな感じで、ね、結局はあのー、ね あの本当にこれはきっかけで米中が歩み寄りをするのかなという見方は、まあ、この点でもってもうそれはないと、はいうん、一番重要なところを中国が蹴ってきたというね、はいえー、なので結局はまあ何かが解決したわけでもない何か歩み寄ったわけでもないんですね要するに会談したということだけですよでアメリカも中国も言いたいことを言ったなかなか接点ないよねまあいいんですいいんです、まあ、それでも一応対話がね 続いているというだけでも全く、ね、コンタクトがないよりはいいということなんでしょうねそうするとまあそういうお互い言いたいことを言う中で、えー、その言う言葉がどこまでの、あのー、確信を持って言っているのか絶対ダメだとか言いながら、えー、そこを譲歩できる余地はどのぐらいあるのかということの、まあ、探り合いもできるということなので、まあ、あの今後もね えー、なんか今度、中国側がアメリカに、ね、行くみたいですから、まあ、ただ、トップ同士でね、あのー、今度、国際会議アメリカでやる時に、まあ、首脳会談あるかもしれませんけども、はい、でも結局、お互い言うことを言って終わるんでしょうね、いやそれでいいと思いますよ、はい、いやここで分かり合って急に仲良くしようとか言ってね、えー、米中水劇の、蜜月の時代にとかそんなこと構造的になるわけがないですからね。はい